お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はね、こちらの初手ゴレだから強いデッキっていうものをね、紹介したいなと思います。僕もまああんま紹介したくないんですけど、なんとね、これ今、ウィンレート1位ですね。グラチャラ屋なんですけど、勝率1位ですね。はい、定期的に変わるんですけど、これが今一番強いというわけで、まあ、使っていこうかなと思います。で、まあ、なぜ初手ゴレだから強いかっていうと、まあ、スケアミコウモリ、このスケドラですね。まあ、これが、ゴロを展開したときに、普通、大型って、大型展開したときに逆サイをすごい攻められると守れないんですよね。まあ、ですが、この、攻撃力の高い、この初見殺しとなるカードが3枚あるので、まあ、それをこう、ポイって出せば、相手も、そんなカードいんのっていうので、こう、守れたりだとか、もし分かってても、こう、攻めスペルを当てないと、その瞬間でスケルトン部隊って大活躍するじゃないですか。ね、初手ゴレないんだけど、初手ゴレないと、この敵は別に大したことないんですけども、まあ、大したことはない、ことはないと思うんですけど、勝率1位なんでね。はい。まあ、なんですけど、まあ、あいとこずれてね。ちょっと待って、おい、ダニエル123くん。何やってんだ、君は。君は、今勝てるチャンスだったんだぞ、非常に。非常に勝てるチャンスだったのに、自分から台無しにしましたね、これ。だって今、ゴレドされて、クロス薄に通されてたら結構きつかったですもん。まあ、ですけど、ここはもうね、マイドリーという、ありがとうございます。エリポンさあ、やっていくんですけども。ゴレ出した瞬間の逆サイドを、まあ、守れる。で、もし分かってて、攻めウッドとか来ても、僕はコウモリとかスケドラで防衛した場合に、アドになるんですね。そう、エリアド。そしたら、ゴレの防衛もむずいし、そのままフルカウンターになるっていうので、それがね、やっぱ強いですね。なんか、スケドラと、まあ、スケアミを2枚どっちか持ってるので、攻め穴アミしても、スケドラで避けれるし、なんか攻めザップだと、まあ、当てられるけど、まあ、撃たれたら撃たれたで、まあ、ゴレの形作ればいいし、みたいな感じで切り替えられるので、いや、地獄、ババアーチャー。やってんない君。これやってるくないですか結構。まあ、次、これライト撃つんですけど、これね、勝つのはまたまた至難の技ですよ。なんでこんな大変なの引いちゃうかなっていうところなんですけど、まあ、次8枚クロス来たらテスラもセットで来ると思うので、スケドラコウモリパパーっとやって、なんならスケルトン部隊も出しちゃおうかな。まあ、ゴレでいいですね。ゴレでいいや。さあ、ゴレですね。ゴレ使いあるあるなんですけど、まあ、ゴレをここに常に展開して、相手にこう、なんだろうな。てか、常にゴレを高めに置いとくと、相手ができないんですよね。攻めなんていうの、攻めの通すクロスを、そう、できなくなるので、常に高めのゴロを展開していくのが大事になるんですけども、今回みたいなエリポンクロスだと、またまた話が変わってきそうですね。エリポンがすごい厄介。いやー、いいですね。で、ここで本当はゴロを展開するんだけど、相手がこう、ババなので、一回待ちますね。一回待って、なんならケツゴレしたいですけど、いや、しちゃっていいですね。これ、ババいるので、相手もむずいですね。で、テスラあったっけ？テスラあったか覚えてないんですけど、ワンチャンなかったかな？いや、ありますね。あのテスラは、ライト打って、ぶち壊して、問題は、手前のなんかね、変なやつですよ。手前の、この。わ、これ、5打ったら君どうすんの？ 5 打ったらどうすんの？ OK。いや、めっちゃいい。え？これ、終わったくね？止まんなくない？ウォウウォウ。君、止まんなくない？いや、止まりそう。なんだろ、ファイブ回る？あ、でもこれ、ライトニングって、なんか、ええ感じにな。ええ感じに、やっちゃって。さあ、という感じで。なんか、高めゴレが大事ですね。ゴレ展開して攻めて、また5枚、なんか、ゴレ回ったら、また高めゴレをして、攻めてっていう。まあ、こっちの攻撃がめっちゃ通るわけではないんですけど、相手のクロスが常に通らないゴレを、なんかずっとね、うまいゴレ、ベジポロンさんだっけ？あれ？解明したっけ？トチさんだ。そう、トチさんとかは、なんかやってた印象があるけど、違うかな？あの人、独特なゴレ展開をするのよく覚えてないですけど、なんかうまい人たちはなんかそんなことをしてた印象がね、あります。さあ、初手ゴレがまたないですね。まあ、今回またゴレでも展開して、スケアミでね、逆サイド全部守れます。で、ゴレ使いの人は基本的にゴレ端っこから出してましたね。まあ、トルネで吸いにくいというか、吸えないのかな？そう、吸いにくいっていうので。で、今これ来ても、スケブとか、スケドラ。で、防衛カードが相手は多分ないので、一回ね、逆サイド攻めてこようとしてますね。で、これはまあ、ゴレダックね、組みつつの、
こっちに、なんだろうね、もう、ライドラとか出してきたら、ライトでボボーンってやっちゃいたいですね。で、正直あれは、スケルトン部隊で守れそうですね。スケルトン部隊で守れる、多分、嫌な雨飛んでくる。てか、なんちゃ、なんなら、これ、速さ勝負。速さ勝負っていうわけでもない。そうそう。いや、これはね、エリゴレ溶かしたら非常に美味しいですね。からのこのスケドラ。これ、ライトニングって、終わってくね？終わっ、え、待って、俺のスケドラ弱っ。ちょっと待って、待って、もろい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 。ダークネトラム、ダークネトラム、もう、運ゲー。うい！運ゲーじゃないです。無理だ、無理がある。まあ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 、そういう感じですね。お互い、てか、相手も、守れなかったんだと思いますね、手札的に。そう。なので、初手殺した時の強みは、相手が守れなかった場合、攻めないといけないんですよ。で、無理やり攻めさせたら、それはそれでこっちがね、美味しく守れるっていうので、で、守れる手札があっても、止まるかもね、また疑問ですし、っていう部分で、ペッカ相手に、相手ペッカでペッカとかなくて、シャアなしでユーノとか出しても、なんかまあ、ユーノぐらいなら無視もできますし、なんか、ゴーストと、なんか来てもね、なんかいい感じに、スケドラとか、コジョババユーノとか来てもスケドラだけで守れたりとか、まあいろいろあるので、まあそういった感じでね、と、アドが美味しくなりますね。これは結構大ダメージ受けちゃうんですけど、エリアドにしようと思ったら、ウォールブレイカーまで来たので、守ったんですけども、まあこの守るのはね、ちょっといいかなと思いますね。さあ、まず1000なので、1000ぐらいは上げちゃいましょうよ、というところで、相手結構コスト使いましたよ。これね、止まんないんじゃない？ゴレダクに組んで、まあライトニングしたいけど、打てるコストがないのが、まあそれはまたね、辛い部分なんですけど、まあプリンス追加して、ゴリゴリでいきたいですね、ゴリゴリで。なんなら逆サイドでもいいんだけど、プリンス追加からの、うわぁ、棒っぽい、早え。コウモリ欲しいな。コウモリ。いや、コウモリが来ねえ。いや、相手の防衛うめえな。そんな、このコウモリ下手だったか。だからコストというか、ゴレを回さないといけないんですよね。ゴレを展開して、ちゃんと4枚使って、まあ、すぐケツゴレできるのが、まあ、理想なんですけど、防衛貼られてて追加が、できなかったですね。さあ、これはもうヤナメだけで守っていきます。しっかりディガーにも当てて、このディガーのダメージをね、1、2発でも抑えていきたい。で、相手ヤリゴブ使ってきたら無視ですね。さすがにヤリゴブのためにスケドラとかその辺を割くのは違うかなと思います。で、スケドラだとポイズなんですぐ溶けちゃうんだよな。まあ、ダクネがすごい安牌ですが、まあ、なんなら、まあ、ライトニング打っちゃえばいいみたいなところありますね。で、2コスに2コスぐらいなら許そう。で、ライトニング打ちて、これライト打ちますね。打たないと結構通んないですね。で、オッケー、打ってからの嫌な雨構えて、ウッド？おい、いや、めっちゃ嫌な雨。で、陸が？おい、一発？ナイス！いやー、この続きですよ。もうテンゴットも喜んでますね、というところです。さあ、こっからはもう僕のターンじゃない。この辺にウォールブレイカーが出ます。で、ザップではない。ポイズンとあともう一枚なんだ、相手。すごい覚えてないんですけど。で、今回相手がもし無理やりウォールブレイカー飛ばしてきても、嫌な目があるんでね。で、今ダクネを裂くと、ポイズンが来ちゃうので、裂かずに、これ待って、これに嫌な目使えばいい話ですね。美味しい、これ。これがね、強いですね。スケアミでも守れるし、これでも守れる。で、スケドラで守りつつ、で壊していいかな、スケドラで。タワー、タゲ取られないようにね。で、なんならダクネ。さ、ダクネ単体も絶対うざい。ポイウッドなので、ウッドを使うよ。ウッドを使わないか。ウッドを使ってくれ。ウッドを使ったら、スケルトン部隊追加ですね。いや、これ。このザップ使ったらコウモリみたいな。ウッド使ったら、もうスケルトン部隊追加みたいな。この真ん中のエスケブが、マジで強い。なんか、ジャイスキラーもだからし、なんかね、スケルトン部隊って、強いですね。なんかすごい。ザップで瞬殺とかされちゃいますけど、なんか、強いですよね。結局、ザップ枯渇とかウッド枯渇とかに入れると。なんか、昔、だからね、まず、初期とかも僕めっちゃ使ってた印象ありますし、なんか、こう、上位とかでも、前シーズングロー1位のジャイスキラーとかにもね、入ってますし、なんか、ね、めっちゃ強いってわけではないじゃないですか。初手ゴレ。
今日っていうか初手これ僕もらえないですね。なかなかなんかスケルトン部隊ってめちゃくちゃいいカードですよね。なんかぶっ壊れまではいかないけど、めっちゃ使われないわけでもなく活躍しますし、まあいいから初手これよこせって感じですね本当に。いやーこれ斜め打ち手がコウモリで耐えます。コウモリで、あーやべやべやべ、スケドラもうちょっと頑張って。いやなんか1体ずれちゃった、1体ずれちゃった。さあこれ斜めでね、いやー斜め OP ですね。いやこれはねラバには非常に相性良さそうですけどね。ゴレタクネ組んでなんかプリンスも刺さりそうだし、なんかスケドラも強いしみたいな。これライトニングだけで耐えます。さあまあこれはしょうがないライトニングですね。スケドラがあったらよかったんですけど、まあ、ちょうど手札になく、まあ、しょうがないですね。でババ持ってたな、まあ、ラバルなんで本当にがっちり形さえ作れば止まんないと思うんですね。ゴレタクネ組んで、で、まあ、ザップ持ってたのでスケドラコウモリを出すかどうか悩むんですけども、スケドラをうまく使いつつやっていきたいですね。うわぁ出ましたよ皆さん、インドラ。インドラは辛いよ。あでもヤナアメザップ説がある。これヤナアメザップ来るとちょっとやなえる。いやでもいい、いやでもいい、なんだろ、あ待ってこのコウモリが下手だな多分。いやでもザップ使った、でここでヤナアメで耐えて、よし、まあ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 。で単体バラン来たら今回は無視しちゃおうかな。ライトニング打ってまで守る必要がない気がするんだけどな。いや守ってもいいな、守って左サイド1300側にラバ展開させて、そのラバを全無視からのこっちサイドに、ラバルプリンススケドラいらねえな、ヤナムザップで終わっちゃうので、まあ、そんな感じのプランでいきたいと思いますね。でインドの突破はどうしようかなって感じでマジで思ってるんですけど、このインドね、ライトニング打てれば理想なんですけど打てないので、まあでもライトニング打てそうだな頑張れば。でババ？ババいたな。いやでもいい、めっちゃいいライトニング、めっちゃいいライトニング。でプリンス止まんなくねこれ、プリンス止まったらもう終わるからね俺。いやなめザップ欲しい、ザップ欲しい、もうゴリ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 、オッケー、ナイス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 やん、ナイスですやん。えしかもこれちょっと待って、真ん中バルーン来たらちょっとやべえな。来ないで。あとは祈る。祈って、祈って、これバルーン来るので、一回待って、ライトニング打って防衛します。一旦防衛します。で、なんならヤナメも来ちゃうけど、オッケーオッケー。いや、耐える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 。オッケー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 。オッケーオッケー。いや、めっちゃ痛いですね。で、ここで、もうケツゴレしちゃって、ダクネも組んで、今言ってバルーンいないので、バルーンいないと、そんな怖くないですね。オッケーオッケー。いや、でも回転半、あ、これ待って、バルーン来て終わるやん。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばい。コウモリからの、いや、終わるかな。いや、耐えれそう。無理かな。いや、耐えれそうじゃね？耐えるよね。いや、耐える。やばいやばい、優秀か？やばいやばいやばい。ヤナメ来るな。ヤナメ使ったら真ん中スケベしたい。うん、つか、来ねえやんけ。来ねえやんけ。あ、これザップだな。いや、なんか相手これどうすんだ、俺もよく分かってねえんだ。一回待って、ここ防衛ダクネからね、相手あれにもう一枚ぐらい割いてくれる。オッケー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 。さあ、ちょっと矢の雨で穴行ってちょっと邪魔しつつ、で、逆サイプリンスで、陸行きが絶対これ相手きつい。オッケー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 。で、コウモリでうまくあれを処理しつつ、いや、みっちりですね、これ無限ダクネ。無限ダクネタイム。で、なんならこの真ん中これ。どうだ？いけ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 、あともう、あとはもう、気合い。あー、スキャミ、スキャミ、俺のスキャミ、待って、俺のスキャミ、やべ、どっか行っちゃった。いや、やべやべやべ。やべ、これでも耐えれるでしょ。オッケーオッケー、耐えれる。タイブレイカーだな。20秒。いや、20秒はやべ。もうちょっと時間くんね、俺に。なんならいけねえかな。ディガー防衛で使う。いや、あるぞ。左のタワーか、これ。いや、右のタワーか。まあ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 、やめろやめろやめろ。やめろやめろ。爆破入るな。爆破入るな。いや、爆破が間に合わない。来た！やば！危ねえ！奇跡でしょ。これ勝てる？てか、相性、なんかいいと思ったんですけど、なんか意外とね、押されましたね。ね、まあまあまあ、勝ててよかったですね。あ、あれだ。
スケドラがこいつレベル11だったんで、それだ、気づかなかった、こいつレベル11でしたね。まあ、っていうのがあってちょっと苦戦しちゃったかなぐらいですね。エリゴレ試合したっけ、サンクラだったのか。ちょっともう一回行っちゃいますか。なんかね、意外と結構いい感じですね。はい、ラバルにはよく、まあ、意外とよく勝ってたのかな。相性は悪くないと思うんですけどね。インドラか、今回インドラだったのがちょっと苦戦しましたね。コウモリで竹取ってもザップすぐ打たれたりとか、ライトニング打ってもババアとか行ったりとかで結構硬かったんですけど、まあそれでそこまで戦えてますからね。しかも今回相手取る68なので非常に美味しいんだけど、初手ゴレくれよ。なぜ僕に初手ゴレをくれないんだ。いや本当に初手ゴレさえできたら逆サイスケーブで守って完璧なんですよね。相手は、あれだな、ロイフグですね。まあ、何ロイフグか分かんないんですけど、あ、じゃあペックだ。ペックタンだ。あ、ペックタン。個人的に、じゃあヒースピゴースト。なんだこれ。あ、ロイフグ3子だ。個人的に、ロイフグ3子使ってて、まあゴレ、まあライトニングなら、あ、まあまあまあ嫌なことはね分かるんでね、こう頑張っていきたいですけども、低めスケドラからの高めコウモリでヒースピ来て終わる未来、そんな感じがしたんですよね僕も。まあなんですけど、ここをちょっと我慢しましょうか。一回我慢してケツゴレからの、いや痛えな、そんな受けるかダメージ、逆だったかな。まあ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 、これはねスケドラ11のハンデとしましょう。正直ゴレナクネ組んでなんかガチ攻めされると意外と三子側もきついんですよね。まあアイゴレ誘導ですね、本当に三子側はアイゴレ誘導して全部耐えるっていう印象がありますね。だから僕だったらそうしますね。あ、そのね固め三十子も非常に厄介ですね。でアイゴレ二もあるし、うわー、なんですけど運が良ければ全部持っていけそうっていう、あのババは飛来心できるっけ。よし、まあ、2体持っていければ十分。てか2体持っていっただけでこれだけで倒れちゃいますからね。あの相手の今までの努力全部今無駄にしましたね僕は。はい、でなんなら今コスト使ってリク絶対きついので、これ真ん中スキャミとかしちゃえばもう、あー言うのめっちゃ言うのの位置いいな、本当にそれはさすがにいいね。オッケーオッケーオッケー、いやこれだけでね、あの落とせちゃうのは本当に、まあまあまあダクネがね強いのよ結局ね。ダクネというカードがでヒースピ来たらヤナム打ちたいと思った。オッケーオッケー、これは美味しいですね。相手カルババなのでこのコウモリ無双ですね。で三十子多分固め出ししてくるんですけど、ライトニング捕まえるな、速攻打っちゃうか。あ、これアイゴレで誘導しますね絶対。なので、まあ、端っこに出してアイゴレ気持ち誘導し、あ待ってこれ先行しちゃう、お前ボケ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 、あなんなら、いやなんならいける、これなんならもうあの、チンパンタイムですね。レッツチンパン。レッツチンパン。オッケーオッケーオッケー。あ、これもう、いやー、来ましたね。で、あの2体は後からね、スケアミとか、今コウモリ使ったんでコウモリいないんですけど、コウモリで防衛すると、いや、防衛力が高いんだよな、ゴレなのに。そう、このデッキ。それがね、なんか普通のゴレとまた違うところですよね。防衛が強い。で、自然とカウンターにもなるし、攻めでも強いんですね。このコウモリ、スケドラ、スケブが防衛で強いのに攻めでも強いので、それがちょっとね、こう、ウィンレート1位までね、導いてるんじゃないかなと思いますというところで、なんかね、ゴレでいい感じにトロが上がりました。美味しいですね、と。というわけで皆さん、このゴレね、使ってみてください。まあ、ですけど、僕はすごいね、ゴレアンチ、協会代表の人なので、こうゴレに強いデッキもね、どん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 紹介していこうと思うので、使う方はね、ぜひ、確保しておいてくださいと。というわけで、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。